はい、プロスペクト法律事務所の弁護士の坂口康です。令和5年6月27日歌舞伎役者の市川猿之助さんが自殺幇助の疑いで逮捕されたとの報道がありました。まあ、これまで事件があってからずっと在宅での捜査、まあ、在宅っていうのは逮捕しないでの捜査がこれまで継続されていたのかなというところですけども、まあ、今日の段階でお母さんに対する自殺幇助、要は自殺を手伝ったという容疑で逮捕されたということのようです。はい、まあ、逮捕されたということは、今日からまあ大体約22日か23日ぐらい身柄拘束を受けて、その最終日に、起訴不起訴が決まるという流れになります。で、今回あくまでお母さんに対する自殺幇助、自殺を手伝ったという事件なので、まあ、今回の事件の捜査が終了した後に続いてお父さんに対する犯罪でも逮捕される可能性が極めて高いというところになります。はい、でお父さん、まあ、体調がそれほど良くなかった、まあ、寝たきりだったみたいな話もあるような噂は聞くので、そうなると、まあ、下手をすると自殺をするというよりは、まあ、その積極的に殺してしまったとか、まあ、殺人罪だとか、まあ、同意殺人罪だとか、そうやって、まあ、自殺幇助よりも少し重い事件で逮捕されてしまう、起訴されてしまうっていう可能性が、まあ、多少心配なところはあるのかなという状況かと思います。で、まあ、これ前の動画でも説明してますけども、仮に自殺幇助罪で被害者が2名いるという事件の場合、まあ、ランタン自殺の案件で2名亡くなったという件で執行猶予になっている事件があります。まあ、今回仮にお父さんに対しても自殺幇助罪で済んだということなんであれば、執行猶予がつく可能性は全然あるんじゃないかなと思います。で、ただ自殺に至る動機形成の経緯に関して、まあ猿之助さんの方から一緒に死のうみたいに誘い込んで一緒に亡くなるみたいな流れの場合には、まあ、若干やっぱ刑が重くなってくるのかなっていうところもあるので、そこのどういう経緯で心中をしようという話になったかというところが、まあ本当実刑になるのか猶予になるかの分岐点になってくるのかなと思います。